グルート、いや、アルベリウス。我が子孫よ、早く、早く私を倒すのだ。私の体と心が魔人の力に飲み込まれてしまう前に。自信にあふれ、人の心配をよそに、何だって軽くやってしまう。それがあなた、アルベリウス陛下じゃないですか。まさか、クラウなのか。陛下、私のことが分かるのですか。立派になったな、クラウ。ありがとうございます。でも、こんな再会のために、私は300年も待ち続けたわけじゃありません。すまん、だが分かってくれ。魔人に侵された私を放っておけば、最悪がもたらされることになる。それは、この体が滅ぶことが私の死ではない。魔人討伐の平和への意志が消えることこそ私の死なんだ。それを分かってくれ。分かった。王子、アルベリウス、あなたの体が滅びても、その意志は俺が受け継ぐ。あなたが人々にもたらした希望は決して滅ぼさせはしない。そうか、お前がドラガリア・クラウン。私は幸せだ。意志を、希望を託せるものを最後に見つけられたのだから。行くぞ、我が血と意志を受け継ぐ者、この私を乗り越えてみせよう。